今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。はい、今日は西成って言うんでしょうかね、今池大阪のあのいわゆる、なんて言うんでしょうか、結構激安ホテルとか、まあ、日雇い労働者の方々がおられるっていう、地域にある、鍋屋さんなんですけれども、ここがすごいなんかね評価良かったので、行ってみました、これがねすき焼きなんと1000円なんですよ。で、卵別料金なのですけれども、これです、このすき焼き1000円ですよ。これやばくないですか。ほんで、スタッフが食べたのがタラチリ、これが1350円、これもうまそうですよね。さあさあ、そして、これをですね食べていきますよ。まあこれ下が、お野菜なので、それが、収まるまで、ちょっと待っております。で、こんな感じですね。で、どん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 、煮てはいるんですけれども、なかなか、あ、だからだしですね、すき焼きのだしだからちょっと濃いんですよね。で、周りからちょっと焦げていくので、肉をちょっと中にね寄せていかないとダメですね。これちょっとだから作るの肉やらが山盛りすぎて難しい。しかし1000円ってすごいよなこれ。で、鍋もうちょっと、なんていうんだろう、鍋に対して具材が多いからこうなってるんですよね。白菜でしたね、中身。すき焼きうちで白菜はやらないんですけど、まあでも白菜もいいのかもしれませんね。皆さんどうですか。僕すき焼き、うちのすき焼きはだいたい豆腐と玉ねぎと、肉、ぐらいかな。とたまにあと麩を入れるかもしれないんですけども、もう玉ねぎいっぱいで、豆腐とかがあればそれで OK ぐらいの感じになっております。あと肉が中心なんですけどね。先にちょっと、肉をですね端っこで煮て、食べてみます。おお、なかなかあっさりした、あのいわゆる、すき焼きの濃い 甘すぎる感じじゃなくて、良い感じですね。なんかサクッと食べられる。で、ちょっとスタッフのタラもいただきました。タラ美味しいですね、柔らかくて。で、これこっちはポン酢なので、まあポン酢大好きやからもうこんなんもう絶対美味しいんでございます。で、豆腐がうまい。豆腐ってもう湯豆腐にしてポン酢で食べるだけでめちゃめちゃうまいんやから、そらうまいはずです。さあさあ、そうしてる間にすき焼きが、だいぶいい感じになってまいりましたよ。肉を食べてまいります。あの柔らかい肉というよりも、何だっけ、半熟にしていると、半生かにしていると柔らかいんですけど、だんだんちょっとね硬みは増してくるのですが、肉らしい肉でこんだけボリュームあったらすごいですね。後でなんかうどん足したりできるっぽいんですが、もう今日はこれだけにしといたんですけどね。白菜僕好きなんですよね。これから、すき焼きに白菜いるよ。で、豆腐なんですけども、豆腐はやっぱりなんかポン酢でいただいた方が美味しいなと思って、あのタラチリのスタッフのポン酢をちょっと拝借いたしまして、すき焼きで作った豆腐なんですけども、ポン酢でいただきました。ポン酢うまいな。もう湯豆腐も、あの何やったっけ、白菜と豆腐だけの湯豆腐とかもほんまに朝日ポン酢とかで食べたら最高ですね。広瀬のポン酢でもいいんですけれども、で、肉ばっかり食べてるな。そうそうそう、ちょっと半生の感じで食べると柔らかくて、でもなんか肉肉しい、肉の味がねちゃんとして、美味しいです。白菜もうちょっとねやった方がいいんやろうけど、お、これ何、あ、これ柚子胡椒違うだかな、柚子胡椒やったような気がする。これ入れたらまた味変わってめっちゃうまかったやな。で、かき鍋、そう、ほんまはかき鍋食べに行ったんですけど、10月だったので、11月かららしいんですよ。またいっぺんね、かき鍋を食べに行きたいと思います。これもかきがいっぱい入ってめっちゃうまそうだったんですよ。多分味噌のスープだと思うんですけれども、というところで、今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいので、ポチッと押しておいてくださいませ。それではまた明日朝お会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。いやー、しかしすごいですね。このすき焼きが1000円、さすが、今池、西成というか。で、この辺ね、カラオケスナックがすごい多いんですね。綺麗なお姉さんのいる。
こちらもね、前も言うてましたけど、一度行ってみたいなと思っております。もう一回ぐらい仕事で行くことあるかな。